アイテム番号 SCP-221JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-221JP のサンプルのすべてはサイト8123に存在する地下貯蔵金庫室へ格納されることになっています。SCP-221JP の移動及び実験は現在許可されていません。説明。 SCP-221JP は明らかに何者かに手巻きによって作られたタバコです。このため一本一本の形状は不揃いです。SCP-221JP は 0.8 から 0.9 グラムの未知の葉。共にメーカー不明の巻き紙とフィルターの構成から成り立ちます。これらのいずれかが欠けた状態で喫煙した場合、特異性は確認されません。現在財団は SCP-221JP のサンプルを64本確保しており、目下継続して捜索が行われています。SCP-221JP は点火し喫煙すると、個人差があるもののおよそ5分経過した時点で喫煙者に強い自信を与え、同時に棒状の物体を得たいという強い欲求が発生します。それまでに何かの作業をしていたとしても、それらを放棄して棒状の物体を得ようとします。欲求は喫煙者の人格とは関係なく強硬的な手段を行わせます。喫煙者が棒状の物体を手にしたとき、喫煙者の記憶に基づく剣術を操ることができるようになります。剣術は現実に実在するしないに関わらず操れます。たとえ物理法則を無視した架空の剣術であっても再現することができます。求められる棒状の物体の長さ、太さや本数は喫煙者によって異なり、また太さ、長さを選ばない場合も存在します。SCP-221JP の特異性の持続時間はおよそ3時間です。その間は喫煙者の肉体には一切の疲労や負担が生じません。ただし外傷を受ける際については喫煙前と変わることはありません。3時間後、その特異性が失われると特異性が発生中にいった運動から来る疲労、負担が一度に喫煙者の肉体に生じます。喫煙した人間が生存した場合、再度 SCP-221JP の喫煙を求めます。この欲求そのものは記憶処理を行わずとも、一般的な禁煙生活を行わせることで解消できます。SCP-221JP を使用した実験は、実験 221JP-10 の結果から現在は許可されていません。ポイ1、SCP-221JP は若者がバールのようなもので暴れているという通報から警察が出動しました。しかしながら若者は SCP-221JP の特異性により警察では手がつけられない状態となりました。このことはすぐに財団に伝わり、財団は機動部隊を派遣。若者は終了されました。財団は若者の遺体の調査を行い、その結果体内から未知の成分が検出されました。未知の成分は所持していたタバコから発生した成分であることも判明したため、そのタバコが SCP-221JP として分類されました。ポイ2、26、ポイ1の事件を調査した結果、若者がバーで別の客からタバコを売りつけられていた、という情報が得られました。この情報と SCP-221JP が不揃いであることを踏まえ、SCP-221JP は自然発生的なものではなく、明らかに何者かの手によって形作られたものであると考えられています。実験記録 221JP-01 日付 20-10-1 実験対象 B-7201 手順葉を取り出し市販の巻紙フィルターを用いて喫煙させる結果特異性は確認されない。実験記録 221JP-05 日付 20-3-1 実験対象 B-7205 手順事前に対象へ時代劇を視聴させる。その後に SCP-221JP を喫煙させて要求したサイズの棒を与える結果
対象はおおよそ2本筒サイズの大きさの棒を要求。事前に見せておいた時代劇の主人公とほぼ同じ殺陣を行う。翌日に対象は筋肉痛を訴える。実験記録 221JP-06 日付 20-4-1 実験対象 B-7206 手順。対象に事前に何も見せないまま SCP-221JP を喫煙させて、要求したサイズの棒を与える。結果、対象は棒のサイズは選ばなかった。適当な棒を与えると異常な跳躍力、速力を見せ、用意されたコンクリート片を破壊した。対象は SCP-221JP の特異性の消失とともに全身筋断裂、全身骨折、内臓破裂により死亡。実験記録 221JP-07 日付 20-5-1 実験対象 B-7207 手順。事前に対象へ巨大な剣が登場するコミックを読書させる。その後に SCP-221JP を喫煙させて、要求したサイズの棒を与える。結果、対象は長さだけではなく幅もある程度の指示して要求してきたため、鉄パイプを組み合わせて与える。対象は鉄パイプを組み合わせたものを振り回し、特異性の消失とともに全身筋断裂、腕、足、腰を骨折させる。実験記録 221JP-08 日付 20-6-1 実験対象 B-7208 手順。事前に対象へレーザー状の非実体の歯を発生させる塚が登場する映画を視聴させる。その後に SCP-221JP を喫煙させて、対象が要求したサイズの棒を与える。結果、対象は短い棒を要求する。映画中の盾とほぼ同じ動きを行う。映画のように非実体の歯が出ることはなかった。対象は特異性の消失とともに激しい疲労感を訴える。分析。剣術は操れても、フォースの力は無理なようです。研究員。実験記録 221JP-09 日付 20-7-1 実験対象 B-7209 手順。事前に剣と腕を同化させる剣術を登場するコミックを研究員に描かせ、それを対象へ読書させる。その後に SCP-221JP を喫煙させて、対象が要求したサイズの棒を与える。結果、対象はコミックに登場した西洋風の剣と同様と思えるサイズの棒を要求。対象の腕と棒は同化した。特異性が消失した後も同化そのものは消え失せず、対象は終了された。分析、SCP-221JP は運動能力などの他にも喫煙者の身体に特異性をもたらすことができるようだ。博士、実験記録 221JP-10 日付 20-8-1 実験対象 B-7210 手順。事前にコミックから剣術で真空波を生み出し相手を切る。シーンを抜き出し干渉させる。その後に SCP-221JP を喫煙させて、要求したサイズの棒を与える。結果、データ削除済み、分析。直前に干渉したものが影響を与えるとばかり思っていたが、その認識は甘かったようだ。これ以降の予定されていた実験は中止せざるを得ない。博士。